諦めてはいけませんよ。ショパンさん？これは私の夢なのですから。何なんだここは。デヌートのお花畑よ。そんな、ここが花畑ですって。そう、ここは全ての始まりの場所。あなたと出会い、この夢が始まった場所。そして夢の終わりに最もふさわしい場所。自らの心と対峙すべき時は今。今こそ私は選び挑戦しなければなりません。あなたたちは私が作り出した登場人物にしか過ぎない。ショパンさん、どうして？ビート君、すみません。私にあなたたちを手伝うことはできないようです。私がこの戦いに敗れた時、一筋の真実が生まれ、歌方の夢はゆっくりと色づく。そして私はこの試練を乗り越えて初めて心と体が離れることを許される。それがあなたの選んだ道なのですか？ええ、私は私の夢に決着をつけようと思うのです。世界は、あなたは歪んだ運命から解き放たれねばなりません。さあ、試しましょう。私が、いや、私の心が保護となって、あなたたちを貫くことができるのかを。私がそれほど弱い人間なのかを。私の夢、壊させはしない。本気なんだな。なら、やってやる。私の剣先、見えるかしら。これは！イーグルメン！ごめんなさい。立ちふさがる者、砕くまで。プラディソニック、魂なき者だ。全部持っていってね。コクラーイーグルメン、バサルトバッター、ブラッディブーム。これでよかったのです、エミリア。
ありがとう、ショパンさん。でも、ポルカ？来ないで。アレグレット、黙っていてごめんなさい。あなたに喋っていたらここまで連れてきてもらえないと思ったから。私思い出したの、自分の進まなければならない道を。ポルカさん、ショパンさんもポルカさんも一体どうなさってしまったんですか？ショパンさんはね、私たちにかけがえのない贈り物をくれたのよ。なんなんだべ、ダントツわけがわからないべ。ポルカ、あんた一体何をするつもりなんだい？小さい頃、母さんが話してくれたこと、その本当の意味がようやく分かったんです。あなたは海にいる運命。そう、私は海にいる運命。人の世の高い波を穏やかにする、それがたった一つの方法だから。待ちなよ。それって、お互い辛い部分は見ないようにして生きてきたよね。いつの間にかそれが染みついて当たり前になって、そうやってまやかしの心がだんだん大きくなっていってしまった。でもね、あまり大きくなってしまうと小さな真実が見えなくなってしまう。街の明かりでかき消されてしまっていた本当の星のきらめきは私の記憶のかけらだったなんて。ありがとう、母さん。でも私、やるべきことが分かったの。ポルカ姉ちゃん、やめてよ。ビート君、あなたの写真は素敵ね。手放したくない思い出がたくさん詰まってる。そうだよ、僕もっとたくさん撮るから。私もできることなら、この旅の記憶を、みんなとの思い出をなくしたくないの。でも今はちょっとだけ辛いけど、きっとまた出会えるから。すべてを決する時が来たわ。私の運命、私の使命、いえ、私の意志を持って今決定されるべきこと。待て、ポルカ。あるの、私が役に立てる場所が。世界が闇に包まれた今、私の心に眠るトラスティの輝きで照らさなければならない場所が。やめろ。世界なら俺が何とかするから、お前一人で全部背負い込まないでくれ。
私の一番大切な人のためだもの。今の私ならこんなこと何でもない。ポルカー！あげればよかった。結局ポルカは死ぬこと以外できなかったってのか、救ってやることはできなかったのか。トラスティが輝いているやつが損をするのか、そんな理不尽な世の中でいいのか。クソ！てめえ、勝手に俺たちの世界に入り込んできて、勝手に出て行きやがって！これはあんたの夢なんだろ！夢だったら何とかしろよ！違う。そうじゃない。夢なんかじゃないんだ。だから俺が、俺が！そう。もはや夢では。目覚めたのか、私は。ショパンさん。なぜだ。夢は終わったはず。ああ、まさか。ポルカ。少しの間だったけど、今までで一番楽しかった。届くかな、彼に。私のエアキス。エミリア、私は今まで一度だって君を忘れたことはない。しかし君を思う私の心がこんなに鮮やかな世界を作り出してしまうなんて、きっと君にすら想像できなかっただろうね。あまりにまばゆい世界だったから、私は随分と長い旅をしてしまったよ。夢の世界で出会ったかけがえのない仲間たちとの冒険、今でもこの脳裏にはっきりとよみがえるいくつもの思い出。エミリア、こんなことを言ったら君は私を笑うだろうか。夢の中で私は一人の少女と出会った。世界中の誰よりも輝くトラスティを持った少女。たった14歳で死ななければならなかった少女。彼女と話していると、まるで君と話しているようだった。彼女は、ずっと私の思い出の中に生きていた、君自身だったんじゃないかと思ったんだ。
でもどうやらそれは私の勘違いだったらしい。彼女は、ポルカは最後まで自らの足で歩むことをやめなかった。エミリア、君もきっと自分の思うままに生きたかったろうに。今でもまだ私は迷っているのかもしれない。パリでピアノを弾いているとき、現実でありながら確実に私は夢の中にいた。そして私が見てきた夢はどんな現実よりも鮮明だ。エミリア、君ならばもっと早く答えを出せたのだろうか。私は随分時間をかけてしまったが、ようやく選ぶことができたよ。君と思い出を綴ったこの現実を離れ、彼女の生きる夢の世界を現実とすることを。どうか悲しまないでほしい。私は君を忘れはしないのだから。そう、たとえ形が変わっても思いは消えたりしないのだから。一つだけ確かなことがある。それはもう決して過去には戻れないということ。楽譜に書き留めた音を奏でるとき、過去の音は闇に吸い込まれるように頭から消えてゆく。その代わりに、これから訪れる未来の音は確実に頭の中に鳴り響く。信じる世界が唯一存在するならば、私にとってそれはピアノであるべきだ。流れゆき、決して後には戻らない世界。そう、信じることこそが証明なのだ。目に響き、耳に鮮やか、触れれば甘く、嗅げば燃ゆる。この感覚さえも超えたその先で、トラスティの輝きだけが世界を決定する。ポルカさん、私の夢から解き放たれたこの世界で、これがあなたの選んだ道なのですね。ならば私はもう一度、私の信じる道を選びましょう。死という現実すぎるほどの現実、それを受け止めるために歩んできた夢のような夢の旅、すべては今ここにフィナーレを迎える。
午前2時、ショパン様ご臨終でございます。どうして海には波があるの？それはね、お月様があるからよ。お月様？そう、月の魅力が海の水を波立たせるの。あまりにも美しすぎて海の水がざわめくのよ。ねえ、本当？本当よ。お月様を見てると心が震えてくる気がしない？するー。この水たまりもお月様が出たら波が立つのかな？ダメよ、水が少ないもの。海くらいいっぱいの水がないと波は起こらないの。うーん、なんだの、水の量なんて関係ないような気がするんだけどな。死なせはしないよ。まだ14年しか生きてないじゃないか。14歳の少女は生きなくちゃいけないんだ。その水の量が一番関係あるのよ。特に人間に当てはめた場合には。この世界には月の代わりに心を乱す魅力を持ったものがたくさんある。お金、見栄、地位、容姿、そして権力。太陽が出ている時はつぼみに隠れ、本当に大切な時に花開く。わずかな光を振り絞って命がけで体現し、決して人には見えないものを映し出す。世の中が闇に閉ざされた時、その困難を待って光り咲く。争いが始まってしまうのね。街の明かりで消されてしまった一番大切な星空を草原に描き出す。周りは真っ暗だろう、闇の世界だろう。さあポルカス、午前2時だよ。今こそ咲く時が来たんだよ。そうすればと高い波も穏やかになるわ。氷点下と呼ぶか死闘かと呼ぶかは私の自由だって言いましたよね。私が決めていいのですね。では今間違いなく決めましょう。あなたによく似たあの花を、闇に果敢に立ち向かうあの花を、氷点下と呼ぶことを。お母さん、ごめんなさい。私、呼ばれちゃったみたい。そう。とあなたの持っているトラスティに見合う人が現れたのね。あなたの信じた人ですもの。きっと素晴らしい人なのでしょう。あなたの花嫁姿を見たかったけれど、今の私にはこのくらいのことしかしてあげられない。
行ってらっしゃい。頑張るのよ。うん、私行ってくる。月の美しさで揺らめく海の水に少しは近づけたかしら。ありがとう、ポルカ。幸せになりなさい。ルカ姉ちゃんが咲いてる。ルカ。